セブンティウィザンは、タイム・リョウスケによる日本の漫画シリーズ。第1章、セブンティウィザンが、ウェブコミックサイト、クラゲバンチにて2016年9月23日から2018年まで、コミックバンチウェブに移籍して、同年4月から6月まで連載、新潮社バンチコミックスより刊行された。前後間、超高齢出産を題材に、65歳の夫と70歳の、 妻の老夫婦が出産、育児に挑む姿を描く。第21回文化庁、メディア芸術祭漫画部門審査委員会、推薦作品。育児に加えて、就活を題材とした第2章、セブンティドリームズが、月刊コミックバンチにて2018年11月号から2020年12月号まで連載され、以後はコミックバンチウェブで連載。 ウェブでの新規連載は2021年1月22日から開始。単行本は新潮社バンチコミックスより刊行されている。期間3巻。両作を原作として、70歳、初めて生みます、セブンティウイザン。と題し、テレビドラマ化され、NHKBS、プレミアム、プレミアムドラマは国手2020年4月5日から5月24日まで放送された。 70歳、初めて産みます、セブンティウイザン。第5回以降から、70歳、初めて産みました、セブンティウイザン。と題して、NHKBS、プレミアム、プレミアムドラマは国て2020年4月5日から5月24日まで放送された。全8回。NHKBS4K にて2020年4月3日から5月22日まで。 毎週金曜23時15分から土曜0時5分に先行放送された。NHK 総合のドラマ10にてて2021年4月2日から16日まで地上波特別版として放送された。主要人物その他、セブンティドリームズに関するカテゴリー、70歳、初めて産みます、セブンティウィザンに関するカテゴリー、ありがとうございます。